どうしても呼吸を止めてしまう、私の悪い癖で。そうすると呼吸が止まれば顔も歯も食いしばってしまいます。そこでいろいろ工夫してみたら、ここで思い切って腹に手吸います。たらうそうすると流れるようになるんではないかという昔の古書に、ってよくお経、日本ではお経の方はずっと長いことお経をあげます。息をついて長いこと息継ぎをしないでします。それを真似をしてかいではないんですけど、引き分けの延長で離れが早けを克服した私の、前は息を止めてました。